はい、こんにちは。まーやチャンネル、まーやはらです。今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフト、ザ・ダンジョン。です。はい、ですね、レゴマインクラフトに新しいシリーズが出てますね。うん、アメリカではですね、すでに発売されてまして、日本でもですね、なんと、手に入りましたね、うん、この前エイシン君と、うちの奥さんが、レゴショップ行ったんだよね、クリックブリックに、うん、そしたらなんと置いてあったと、たまたまその日に入荷したということで4つ買ってきてもらいましたね、うん、で今回はですねこのザ・ダンジョン、これを作っていきたいと思いますね、うん、このザ・ダンジョンにはですねこのスポナーブロックが入ってますね、うん、他にですね周りにちょっとゾンビ湧いてる感じでね、うん、はい。それでですね今回のミニフィグにはこちらのスティーブ、鉄のツルハシ持ってるね、うん、スティーブとあとゾンビが2体入っておりますね、うん、あとこのスポナーブロックの中にちっちゃいね子供ゾンビみたいなのがいますね、うん、はい、ではですね早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ダンジョンだね。はい、このような感じになっております、うん、一番前にスティーブのミニフィグがあるね、うん、ここに金鉱石があるので今ちょうどね取ろうとしているところですが、うん、後ろ側にゾンビが2体いるということですね、うん、真ん中にちっちゃい子供ゾンビが、そうそうそう、一応ねそれで、スティーブが湧き潰ししたんだろうね、うん、この辺に松明が2個ありますね、うん、ここにローダーがありましてこれをですね回すと中のゾンビが動くんだね、うん、なんかちょっとスポナーブロックっぽくなるよねこれね、うん、はい、でここにチェストがありまして、これ通ってみせようかな、かね、中にですね、うん、これレッドストーンかな、うん、レッドストーンね、あとこの黄色いなんか植物みたいなのがあるね、これなんだろうね、うんうん、こんな感じでございます、うん、一応このスポナーの入り口はここなんだろうね、うんうん、でこの近くすぐ近くに溶岩ありますね、うん、溶岩の上になぜかサボテン立ってるという、うん、わけわかんない資料ですけど、砂だねこれね、砂の上にサボテンは、うん、そうそうそう、砂にサボテンは立たないんだよ、はい、それでもう一つですねこのレゴマインクラフトギミックがありまして、この奥のゾンビね、うん、このゾンビなんですけどこの横側のレバーでですねこうやって動かせる、そう、うん、これはマインクラフトではねこういうギミックっていうか仕掛けはないと思うので、うん、なんて言うんだろう、多分ねこれあのスポナーで湧いたっていう感じなんだろうな、うん、あ、多分そういうことだと思います。普段はこうなってて、うん、湧いて、いつまにか湧いてゾンビいたみたいな、白いとこが出てボーンって、そう、ゾンビ湧いたっていう感じだね、うん、はい、なかなか面白いギミックですね、うん、ただレゴマインクラフトのセットにしてはちょっと小さいかな、うん、うん、ちっちゃいね、うん、うん、今までの中で一番ちっちゃいかなと思いますね、うん、はぁ、よく見た、よし、今日は洞窟に探検に行くぞ、ガタン、よし、今日はなかなか順調だな。今回はちょっとこっち行ってみよう。あ、あら、もしや、スポナーブロック、やった、初めてのスポナーブロックだ。うわぁ、ゾンビー、あー、しかも2体、なんで武器持ってこなかったんだろう。ということで今回はレゴマインクラフトザ・ダンジョンでした。